久保さん、今回天使にしましょうか。悪魔と天使みたいなね。まあセールスイコールなんだろうな、悪だと思ってる人結構多いですよね。まあ僕はまあセールスする側になったんで、まあセールスに関してはまあもう何も思わなくなりましたけどね。逆になんかセールスされたらどういうふうにセールスしてくるのかなみたいな、まあ学びになるので、まあこういうセールスの仕方あんのかとか。ジャパネット高田とかも未だに好きですけどね。まあでも高田社長が引退してからやっぱあれなんですけど。でも今現行でやってる男性の方、僕大学生の時にですね、ジャパネット高田の社長さんが新人の塚本さんだったかな。新しく入りましたっていう。だからもう20年ぐらいあの人ももう20年ぐらいずっとやってんじゃないかな、あの人。今多分、ジャパネット高田で一番張ってる男性の方だと思うんですけど、フル株の人ですね。そう、あの人が新人の時に、僕見てましたから、大学生の時に。はい、うちに新人が来ましたみたいなね、社長が紹介しててやってましたけど。そう。あの人も長いですね。まあでも、セールスの、なんだろうな。セールスも結局、なんだろうな。セールスされなかったら何も買えないですからね。コンビニ行っても商品売るの悪ですみたいなね。何も棚置かれないじゃないですか。セールスしてくれるからっていう。だからそれが、まあ、棚に置くのか、まあ、言葉で伝えるのかっていう。ね、まあセールス、コンビニの商品のセールスマンがいるとするならば、キャッチコピーとかコピーライティングですね。要はそのパンとかね、お菓子をセブンイレブンに立って、このお菓子はどうのこうのっていう人がいないので、まあ、その商品の、セールスコピーですよね。昔、ローソンだったかな、悪魔のパンっていうのが売られてて、まあ、物は言いようだな、みたいな。悪魔のパンかみたいな。そう。まあ今日はどんな味やろうっていうね。まあそれがマーケティングなんですけども。悪魔のパンみたいな。まあいろんなネーミングありますよね。商品売るために。ただまあセールスされなくてもセールスされてるよって話で。それが無人なのか喋ってんのか。違いじゃないですか、単純に。アマゾン見ても全部セールされてるし、楽天ショッピング見てもセールされてるし、ヤフーショッピング見てもセールされてるし、コンビニ行ってもセールされてるし、まあ就職活動もうちの会社セールスですよね。うちの会社いいよっていうセールスされて入ってると思うんですけど、いかがですかね。うちの会社はこんな会社ですっていうセールスされて、それで、A 社かな、B 社かな、みたいな感じじゃないですか。まあ、基本セールスじゃないですか。自分の会社を売り込まれなかったら、就職どこにします？そこの会社のメリットとか何も言ってくれないんですよ。きつくないですかまあセールスって大事だと思うんですけどね。だからお金稼げない人って多分ね、自分をセールスしてないんでしょうね。会社でも自分をセールスしないと出世できなくないですか？自分をアピールせずね、窓際族でどうやって出世するんですか？会社でも給料もらいたいんだったら自分売り込んでいかないと。上司に売り込んでいかないと。あいつは八方美人だみたいな。いや、八方美人でいいでしょ。出世したいんだったら上司に気に入られてなんぼじゃないですか。会社に気に入られてなんぼでしょ。自分セールスしていかないと。だからネットビジネスでセールス嫌ですっていう場合は、自分の会社で自分をセールスしてください。自分を売り込んでください。まあ営業職の方はまあ商品売って実績取れば、まあ、会社から認められると思うんですけど、営業職以外はまあ気に入られるしかないですよね。営業はもうね、売ればもう数値化で出るんで。だから収入上げたいんだら自分をやっぱ売っていくっていうのは結構、まあ普通のリアルな会社でも一緒じゃないですかね。まあ今の給料のままでいいんだったら別に売り込まなくていいんじゃないですか。でも存在価値がなかったらリストラ対象ですよ。あなたがその会社にいてもいなくても別にどうでもいいってなったらリストラ対象になるでしょ。こいつはこの会社に必要だなっていうふうに思ってもらうように自分を売り込んでいかないといけなくないですか。多分今はね、窓際族っていう流暢な会社あんのかな。もうすぐリストラだと思うんですけど、そんな固定給タダで払って、そんな余力がある会社あんのかなと思いますけどね。昔バブル時代の話なんじゃないかな、窓際族っていう。会社にまあ本当にお金が有り余ってた時は窓際族で、別に会社にいてもいなくてもあれだけども給料払えるっていう体力があったからいいんだけども、今その体力もないと思いますけどね。自分を売り込んでいきましょう。いってらっしゃい。